どうぞ喜んで戦ってくださいですます。よし行っちゃいか。神様と戦うはベルス様以来だな。破壊神と食らい知れ。うわウィス、感じたか。はい。これはブラックの剣。いや、似ている剣でも。こっちだ。お前にはこれで十分だ。これで十分これで十分。甘い。こちらだ。あんた、海王様にしちゃ強えな。また、戦おうぜ。あの、うちに秘めた冷たい精神と、その現れであるあの木。ザマスがブラックであるという我々の疑いを十分に裏付けてくれるものではありましたが、今のうちに破壊しておくべきなのかもしれんな。ん？オラにはちっとも悪いやつには見えなかったけんどな。お前はお人よしすぎるんだよ。感じた気だって似てはいたけんど全く同じじゃねえしな。いろいろと謎が多いですね。いいか、全王様の機嫌を損ねるだけで世界も僕もお前も
全てが消されるんだぞ。忘れるな。もう一つ、ウィス、海王神に万が一のことがないようくれぐれも頼むぞ。オスじゃなくて、こんにちは。で、オラによってなんだ？あのね、僕ね、お友達が欲しかったの。君のこと気に入っちゃったから、お友達になってほしいのね。いいけど、それだけでオラを呼んだんか？悪いかな。滅相もございません。この悟空は禅王様のお友達になることができ。黙ってて。悪い、オラさ今忙しいんだ。それが済んだら遊んでやっから、ちょっと待っててくれねえか。じゃあそれが終わったら遊んでくれる？おう、なんだったらオラよかもっといい友達になれそうなやつ連れてきてやるぞ。ほんと？じゃあ約束。またね、悟空。孫悟空よ、喜べ。お前は俺によって美しさの頂点に至るのだ。おめえ何言ってんか全然わかんねえぞ。父さん！トランクス、ベジータを頼む。そんな人間不在。俺が話せる言葉の気高さを理解できるはずもないのだ。俺の志の美しさ、そう、俺という存在の全てが、ただひたすらにここ。行くぞ。そこまでです。ザマス、おめえがブラックの仲間だったんだな。仲間ではありません。同志といったところでしょうか。お前にはこれで十分。こちらだ。くらえ、散れ。何だ。もうすぐです。
もうすぐ私が望む世界が実現しようとしている。私が望む正義の世界に、その正義の世界に人間は必要ないのです。メイたちの思い通りには絶対させねえ。悟空さん、俺が戦う。チレンジだ。畳みかける。神の偉大な贈り物である知恵を私利私欲のために利用する愚かで野蛮な生命体が。お前たちの勝手な価値観で人間を侮辱するな。ファイナルフラッシュ。タマスをやったんか。なんだと。この不死身の肉体、これぞ神。この私にふさわしい最高の体。今夜は心地よい眠りにつけそうです。終わりだ、サイヤ人。誰だ。これでブラックはいなくなった。未来は元に戻ったぞ。変わらなかった。やっぱりこっちの世界には神様の力は干渉しないんだ。おめえたち、スーパードラゴンボールを悪いことに使ったんだ。不死身になってオラの偽物作って。偽物？違うな、これは本物の孫悟空。お前本人の体だ。だが心はこの俺。ザ、俺がスーパードラゴンボールにかけた一つ目の願いによって、貴様と俺の体は入れ替えられたのだ。おめえがザマスだって言うなら、ザマスの顔したおめえは誰だ。お前たちの世界から見れば、私はこの世界のザマス。過去から来たザマスと手を組んだのです。せ、気がつかないか、孫悟空。この俺こそ神の身でありながら、惨めにも人間の前に打ち負かされたかつての海王ザマス。でもおめえはビルス様が破壊したはずだ。ほら見たぞ、すべてはこの時の指輪がもたらしたもの。過去の世界で何が起きようと、今の俺には何の影響もない。時の指輪を用いれば、俺がこの体になった後、時を無駄にせずに再びスーパードラゴンボールを使えるのだ。そんなことのために海王神様を。そして我々が叶えた願いを覆されることがないよう、スーパードラゴンボールは全て破壊した。さらに
この強靭な肉体をもって全宇宙の神々を殺した。よって今この世界で絶対的な力を持つのは私と私、この二人だけだ。これは全て我が願い、人間ゼロ計画を成し遂げるため。世界は美しい、だが人間の醜さがその美しさを汚す。よって我々は全ての人間を消し去り、美しい世界を取り戻す。俺たちはすでに数多の人間を滅ぼしてきた。そして今度は時を超えるほどの知恵と絶え間なく争いを繰り返す宇宙で最も醜い地球人を滅ぼす。最も醜い者には重い罰を受けてもらう。這い出ることすらできない、サイヤ人ども、人間ゼロ計画のためにあだばなと散れ。ついてこれるか。なんだ、家族がどうなったか知りたくはないですか。家族？さて、どこからがいいかな。俺がスーパードラゴンボールは、お前の体と入れ替わった地球を確かめに行った。本当に入れ替わっているのか。そこには俺の体にな、驚いている孫悟空と、それを見て怯える家族がいた。さあ、父と後手に何をした。もう察していったろ。うさめ、オラの体のとと孫悟空、お前の怒りが心地よいぞ。受けるか、我が刃。これでもう帰ることはできない。この世界が
お前たちの墓場になるということだ。笑わせるな。俺たちが帰れないということは、ここがお前たちの墓場になるということだ。棺桶も用意してある。少々小さいが我慢しろ。愚かな神々がお前たちに知恵を与えた。おいカカロット、壺はどうした？いけねえ、タイムマシンの中だ。このバカが。まあいい、拳で蹴りをつける方が俺たちらしい。そりゃ言えてんな。おめえの相手はオラだ。神に指図するな、人間。面白い。余興にするにはもったいない。まだまだ。お前にはこれで十分。甘い。かまってやるとするか。見ろ前菜、怒りをパワーに変えたことで俺はまた新たな力を手に入れたぞ。神の怒りの強さがいかほどのものなのか、その身に刻み込め。強敵との戦いが私たちをさらなる高みへと運んでくれる。あれぞ神の技、万物を裁く力の証明。待て。どうした人間ども、神の技の前に足がすくんで動けんか。無事か？あいつ弱ってんぞ。トランクさん何とかしてくれたって言ったな。なんと無様な姿。ザマス、一体何があったというの？私たちはとんでもない思い違いをしていたよ。人間どもよ、我々の輝きにひれ伏すのだ。恨みっこなしだ。遊びは終わりだ。我々の輝きにひれ伏すのだ。共に正義を。創世の始まりだ。断罪してやる。その命をも避けるか。我が姿は正義、我が姿は世界。あがめよ、たたえよ。この気高くも美しい、不死にして最強の神、ザマスを。トランクス、ブルマ隊長。はい。やだーよ。我らの正義が宇宙を満たす。今日、この日、この時より宇宙に新章が始まる。その歴史に刻む名はザマス。永遠の正義を歌うものだ。この世界の人間の盾になる。みんギャリックホー。
きれ。はい。こしゃくな人間どもめ、消えろ。ザマさん、おめえの光全部貸してやる。悪しき者を貫け、聖なる激凛。神に逆らう知れ者が。ヤツの体の半分はブラック。不死身じゃない体が不死身の。ベジータ、力貸してくれ。ポタラだよ。オラたちも合体すんだ。な、ふざけるな。貴様と合体など二度とごめんだ。オラたち二人が合体して。力合わせるくれでねえと、あいつをぶっ倒すことはできねえ。おめえだって分かってんだろ。悟空さん、これを。サンキュー。ほらよ、ベジータ。そういや、メイに合体したときは二度と戻れねえって言われたけんど。ポタラでの合体効果は海王神でない者同士では1時間しか持たないそうなんです。ちゅうことは1時間の勝負だな、ベジータ。黙れ。それ以上何か喋ったらやってやるぞ。1時間耐えてやる。ベジータ、もう一度力貸してくれ。貴様と合体なんぞ、二度とごめんだというのに。よっしゃ。何者だ。お前が一人になったから、こっちも一人になったのさ。俺はベジータとカカロットの合体、ベジットだ。そしてこれがベジットブルー。オラよっと見せてやるよ。そんな変身で神にかなうと思うな。さあ決着をつけようぜ。こっちだよ。よっよっ、天下風雲。よっ、こっちどうだ。さあね。さあ、くれくれ。お前いけえのか。お前はもう不死身じゃねえ。人間はゼロにすることもできねえよ。気がつかないか。合体した今、お前の体にはどうしても残っちまうんだよ、孫悟空という人間がな。そうだ、それが我が望みだ。サイヤ人よ、孫悟空よ。はい、やれ。お前は人でありながら神をもしのぐ力を得てしまった。お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそ、お前は孫悟空と一つになることで人間の罪と神々の失敗を引き受けたのだ。ああ言えばこう言うだな。ふたばりやがれ。ゼロでやられるものか。さて、まだ1時間経ってないのに。
神も人間もない。自分以外を信じないお前に俺は負けない。感じる、みんなの力を俺に貸してくれ。なあ、海王神様、この世界の禅王様ってまだいるんかな。もちろんおいでだと思いますよ。何者であろうと禅王様だけは倒せません。こんな世界消えちゃえ。力の大会、必ずオラたちが勝つぞ。はい、どの宇宙にも負けない最強の10人を集めましょう。あ、じゃあオラ行ってくんの。オラにおめえの今の力確かめさせてもらいて。オラには今すげえ仲間が必要なんだ。おっと、オラと戦え、ヒナナゴ。はい、
何だと。もっと強い攻撃してきてもいいんだぞ。なんだと。ここまで強えた、驚いた。ただのんびりと過ごしていたわけじゃないからな。オラだってあの頃とは比べ物になんねえくれ強くなってんだぜ。まだまだ。行くぞ。この辺でやめないか。これ以上は島を破壊してしまう。おい、17個、子供3人いるんか。2人は養子だがな。で、何のようだ。俺の身の上話を聞きに来たわけじゃないだろ。実は力の大会っちゅんがあるんだけんどよ。つまりその大会に俺も出ろというわけだ。あ、頼む。断る。え、なんでだよ。みんなの運命がかかってんだぞ。みんなの運命？真実を話してもらおうか。ご飯には言うなって言われてんだけんどな。実は曲げたら宇宙ごと消されちゃうんだ。みんな揃って消えちまうならそれはそれでしょうがないだろう。だが俺もチームに加わるよ。誰かさんには仕事で借りもできたことだしな。本当か。よっしゃ。フリーザだ。あいつを10人目にしよう。部舞台も完成し、全宇宙の選手も集まったようです。それでは、禅王様からのありがたいお言葉があります。皆さんご静粛に。みんな、よく来たのね。すっごく楽しみにしていたから、みんなで盛り上げてほしいのね。大変素晴らしいお言葉、ありがとうございました。それでは改めてこの力の大会のルールを説明いたします。制限時間は100タックです。地球では48分だそうだ。術以外の武器の使用を禁止、また死亡させてもいけません。とにかく武舞台から対戦相手を落としてください。またどんなに瀕死になっても回復するための道具の使用は禁止にさせてもらいます。ルールの説明は以上です。それでは力の大会始め。よし、やってやっぞ。なあ、孫悟空とかいうおっさん、
か。さっき見たことのねえ色のスーパーサイヤ人に変身していたな。あれのなり方教えろ。教えてくれたらお礼としてぶっ倒してやるよ。姉さん、それお礼になってません。お、おめえにゃまだブルーは無理じゃねえかな。はぁ、あたしらのこと舐めてやがるな、てめえ。面白いやつだな、おめえ。よし、やってこい。邪魔しねえでくるよ。禍々しい姿はあれもスーパーサイヤ人だというのか。もしかしたらあれは本来のサイヤ人そのものかもしれんのだぞ。
気が高まる。溢れる。うわあ、気合い入れずを展開パターン。終わりだ。